広島出撃に再式長席から手を振るポール・ティベッツ、大佐原爆投下終了後テニアン島に帰島した、エノラゲー。テールコードが変更されている、エノラゲーは、太平洋戦争末期に運用された、アメリカ陸軍航空軍第509混成部隊第393爆撃戦隊所属の B-29 の記名。B-29 の中で、 原爆投下用の改造が施された15機のうちの1機である。ビクターナンバー82、機体番号44から86,292号機。1945年8月6日午前8時15分に、広島県広島市に、原子爆弾、リトルボーイを投下したことで知られる。また、同年8月9日の長崎県長崎市への、原爆投下の際にも、 10日の第一目標となった小倉市の天候観測機として作戦に参加している。エノラゲーは、ネブラスカ州に存在した、グレンエル・マーティン・カンパニー・ベルビュー工場で製造された。その後、ポール・ティベッツ大佐により1945年5月18日に、陸軍航空隊509混成部隊へ配属される、こととなる。1945年7月6日には、 アメリカ本土からテニアン島へ到着し、その日のうちに原爆を搭載するため、爆弾層の改造が行われている。配属当初、ビクターナンバー12が割り当てられたが、所属部隊を表す垂直尾翼のマーキングを特殊作戦機と悟られないよう、通常爆撃戦隊である第六爆撃隊表示である大型円中心に R へと変更したため、誤認防止のため、 82へ変更された。初期は特殊任務機表示である大型円中心に左向きの矢印である。なお、原子爆弾投下に関する作戦任務終了後の1945年8月中にはテニアント北飛行場においてビクターナンバーは82のままで垂直尾翼のマーキングだけを元に戻している。絵のラゲーは八回の訓練の後、神戸、 名古屋へのパンプキン爆弾を使用した爆撃を行った。7月31日には、テニアン沖にて、原爆投下のリハーサルを行い、モギリトルボーイを投下する。機体名称の由来は、機長である、ティベッツ大佐の母親、エノラゲーティベッツから取られたものである。しかし、重要な任務を行う機体に対して、母親の名前を付けることに、 44から86,292号機、司令であるロバート・エール・イスタイは、強い不快感を示した。1945年11月8日に、ニューメキシコ州、ロズウェル陸軍航空基地に到着。1946年4月29日に、クロスロード作戦に参加するためクエゼリン艦長に、向かうが、投下作戦が、ビキニ艦長に変更となったため、 翌日にカリフォルニア州トラビス空軍基地へと帰還している。その後、機体保存が決定され、1946年7月24日にアリゾナ州デビスモンサイン空軍基地へと移送された。1946年8月30日には陸軍航空隊を除籍し、スミソニアン博物館名義へと変更されている。 その後1953年12月2日、メリーランド州アンドルーズ空軍基地へ移送、そこで解体保存されることとなる。スティーブン F ・ウドバーヘイジーセンターに展示されているエノラゲー1995年に国立航空宇宙博物館側が原爆被害や歴史的背景も含めてレストア中のエノラゲーの展示を計画した。 この情報が伝わると、アメリカ退役軍人団体などから抗議の強い圧力がかけられ、その結果、展示は、広島への原爆被害や、歴史的背景を省くこととなり、規模が大幅に縮小された。この一連の騒動の責任を取り、館長は辞任した。その後、レストアが完了し、スミソニアン航空宇宙博物館の別館となる、 スティーブン F、ウドバーヘイジーセンターが完成したことにより、現在はその中で公開されている。重要な常用展示機体であり、その歴史的背景から、破壊行為などが行われないよう、複数の監視モニターにて監視され、不用意に機体に近づく不審者に対しては監視カメラが自動追尾し、同時に警報が発生するシステムを採用。2005年には、 映像解析装置も組み込まれるなど、厳重な管理の下で公開されている。前述したような事態が繰り返されるのを避ける目的で、原爆被害や歴史的背景は一切説明されていないために、その展示方法には批判的な意見も存在する。作戦を実行した上院たち。中央がティベッツ大佐出撃当時の乗組員構成。 2014年7月28日、同期最後の生存者であった、セオドア・バンカークが93歳で死去したため、ボックスカーを含め、原爆投下に参加した、搭乗員の存命者はいなくなった。ありがとうございます。